リー朝日報道局の局員で、コメンテーターの玉川徹氏、60、が5、日、テレビ朝日系、羽鳥慎一モーニングショーに出演した。岸田首相の長男翔太郎氏の、公邸忘年会騒動を発端として、日本、政治家の世襲文化が、海外メディアにより糾弾され始めている。玉川氏は、昔の殿様的な感じがするじゃないですか。殿様の家に生まれて、次の殿様になりま、住みたいなと批判的にコメント。さらに、国会議員は全国民の代表。一般の皆さんはこの国のベスト&ブライテストこそがふさわしいと思うんじゃないですか。そういう人が本当に選ばれています。かと二世議員の素質を疑問し。能力的に親や何も関係ないところから競争で選ばれてくる人と親がやってたから選ばれてくる人。普通に考えてどっちが優秀ですかと語りかけた。また、世襲が国の勢いにも関係していると熱弁。岸だけで言えば翔太郎氏は4世ですよね。必ず1世がいるわけです。その人たちは世襲もなく勝ち取った。その人たちの方が優秀だ、という気がする。昭和の総理大臣を見ても最初の方は世襲の人が少ない。この2、30年で世襲が増えた。昔は国に活気があったのと今の停滞に世襲が関係あるんじゃないかと思ってしまうと持論を展開した。世襲でも新意はあるとの意見に、その意やよしと、するも、終始世襲について批判的な姿勢を見せていた。